皆さんこんにちは、科学のネタ帳の桑子です。今日は優しく分かりやすい物理基礎、文英堂から出しましたが、この本について紹介したいと思います。まず中身を見てみましょう。目次です。こんな感じの、作りになっています。力学があって、こちらが力ですね。でエネルギーの章があって、そしてここは波の章ですね。で最後に、電気の章があって、終わるという形の、作りです。一番、工夫したところというか、この本の一番の特徴はこの見開き型です。こう開いた時に、例えば23番の、波の基礎知識のところでは、まずここに復習があって、そして問題が出されて、その問題に対してやっていく。これ解説ですね。こんなに解説がたくさん捉えています。それもそのはず、こんな感じでたくさん絵が入っているのが、ポイントですね。で次の章、やはり見開きまとまっていて、問題の解説が、波の反射の章です。やはり、こう見開きまとまっています。ちょっとした問題にはこういう例題と、その解説がついているページを用意しました。そして問題があって、それを見開きで解説している。たくさんこういうふうに絵がありますよね。これは、授業中で私が波の分野は、たくさん絵がないとまずいよねということで、いろんな動画を見せているんですが、その動画を分かりやすくこう絵で追っていったので、こんな感じで絵が増えています。こう見て分かるように、波の分野になくても、たくさん絵が入っているのが、特徴かなと思います。この見開き構成については非常にこの文英堂の編集者さんが、こだわって作ってくれたので、分かりやすい、作りになったのかなと思っています。私が出した初めての問題集で、こちらが、教科書みたいなものですね。授業の内容をまとめたもの、学研の、キミネセンター物理基礎ですが、授業の内容をまとめたものだとすると、こちらは、問題集として、使えるというか、授業の、確認として使えるのかなと思います。センター試験でも使えますが、普段の授業図解に作れるように、使えるように、丁寧にまとめましたので、こちらもぜひ参考にしてみてください。以上、優しく分かりやすい物理基礎の、説明でした。